ようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いね朝から元気な笑顔で迎えてくれたのが今回の主役ママ、みこさん38歳、5歳の女の子を育てています。何がいい？プリキュア、ただ入れる、そして楽しく振る。はい、振ってください。じゃーん団子みたい。入れて完成。黄色と赤で可愛いね。食事は見た目で楽しく喜んでもらいたいという思いが強いみこさん。それは仕事でも。働いているのは手稲区にある三日月というクロワッサンの専門店。みこさん考案のユニークでボリューミーなクロワッサンが大人気なんです。来てワクワクした方がいいじゃないですか。まだちっちゃいかもしれないと思ったら、日に日にとね大きくなっちゃってるのかないらっしゃいませ。店長です。ちっちゃい店長。幼稚園がお休みの土曜日、お店は大忙し。いやだって預けれる人いないもん連れてくるしかない寝てる時以外はね、ずっとパンのこと考えて。みんなの笑顔のために仕事も子育ても全力の一日を追いました。もう夕方だよ。北海道、働くママの一日観察ドキュメント、ママドキュ、スタート。はい、振ってください。頑張って振ってね。朝からなんだか楽しそうにフリフリ、おにぎりを作っているんです。100均、これでちっちゃなおにぎりを作ります。100均はよく行くんですか？いや、100均しか行かないぐらい100円ショップが大好きだというみこママのベストバイは、可愛い一口サイズのおにぎりが一度に3個作れるダイソーのフリフリご飯ボール。わーじゃーんできたー。さらに卵焼きも100円ショップの容器で可愛く時短。電子レンジで、しかも卵1個でできる優れもの。火も使わないし、わざわざくる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 やることないし、ただ入れるだけ実は娘のまなちゃんはとっても小食。じゃじゃーん。忙しい朝でも楽しく食べてもらえるように工夫を凝らします。この穴の中にケチャップを入れれるスペースがあって完成。黄色と赤で可愛いね。どれで食べますか？キウイ楽しくないと本当に食べないから、見た目が大事だからね。中に丸ついてる。こっちはハートかな。こっちは何だろう。ミートボール。家を出ないといけない時間まであと10分。マナ、ルンバ押してもいい？いいよ。はい。よいしょ。ルンバにお任せです。掃除をしてる時間はないのでよいしょ。よし、いくよ。パパがもう夜中からやってて、今ももういます。よいしょよいしょ。はい、どうぞ。夫、正樹さんと切り盛りするパン屋さん。
幼稚園が休みの土曜日はマナちゃんと一緒に出勤します。騒がしいな朝から。いやだって預けれる人いないもん。連れてくるしかない。テイネク新ハッサムに一昨年オープンした道内でも珍しいクロワッサンの専門店三日月。まず目につくのはその種類の豊富さ。お客さんに喜んでもらうことが大好きな美子さんが新商品を次々考案しているんです。おにぎりクロワッサンです。何これっていうのが自分もワクワクするし、クロワッサンって可能性がいっぱいあるなと思って、しょっぱいのも甘いのもできればパイもできるし、さらにこのボリュームも人気の秘密。まだちっちゃいかもしれない。と思ったら日に日にちょっとね大きくなっちゃってるのかな。いらっしゃいませ。マナちゃんも小さな店長として接客を頑張ります。どうぞ。はい、あらすいませんね。はい、すいません、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。ファンだよね、ここの三日月さんのね。ワクワクするよね、いつもね。見た目だけではなく、子供が安心して食べられるように素材にもこだわっています。2種類の道産小麦と発酵バターを使い、3日間かけて生地を熟成。旨味が凝縮され、パリパリ食感も増すそうです。業務用のねものを使った方が楽だし、量産もできるし、だけど安心して食べさせてあげれるものをやっぱお客さんも買ってお子さんにあげてほしいし。接客の合間で製造もこなします。これはお団子？前にねモンブランのパフェを出してて、美味しいってすごい言ってくれる方が多かったので、どうにかこうにかその美味しさをね持っていけるような形にできないかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いされると答えたくなるのが美子さん。なんと先月から生団子の販売も始めちゃったんです。これが結構子供に人気っぽい。そうなんだ、これ子供に人気っぽい。お好きなの一つ。カスタード、アップルカスタード、アーモンドから一つ。ありがとうございました。ありがとうございました。立ち仕事を終えたところなのに、ドリアをなんとホワイトソースから作るというから驚き。もち粉を使えばダマにならず、すぐとろみがついて簡単にできるそうです。牛乳、塩コショウ、コンソメで味を整えれば完成。もっちもち、こんな感じ。もち粉だから。そう、冷凍してあるみじん切りした野菜を使います。みじん切りって鬼のようにめんどくさいから。冷凍の野菜を使うことですぐにしんなりして炒める時間が短くて済むそうです。まだ半解凍なんだけど、これももうこうやってぶち込めば大丈夫。溶けるから適当でいいんだよ、食べれればいいの。ここで本格的な味になる裏技。トマト缶の代わりに使うのが野菜ジュース。野菜ジュースにはいろんな野菜が含まれているので、これなら11種類の野菜。なんか野菜を食べてくれない子供でもこれを入れれば、あ、野菜ちょっと取ったかなってね、なる。あとはご飯の上に作ったホワイトソースとチーズを乗せてオーブンで3分。ほったらかし調理をしている間に、サラダはもう私の力ではどうにもなりませんので、こちらです。こちらです。
うん、これミックスすればね、すごい素晴らしいサラダになりますんで、こうやってのせれば、赤が入ればね、かわいいね。そうこうしている間に、いいね、いいね、もうやめよう。じゃじゃん、いい感じ。美味しそう、美味しそうだね。超簡単ミートドリアの完成。食べよう。いただきます。よいしょ、してあとは取り分けよう。今日のご飯美味しい。うん、よかった。まだ食べてないよ。でもご飯のしかね。うん、子供と一緒に過ごす時間を大切に、成長を見届けられるのが何より幸せだと言います。どうぞ。大きくなったら何になりたいの？パン屋さん。やっぱりパン屋さんになりたいの？お客さんがマナに会いたくて来てくれたりとかもあるし、そしたらお客さんも喜んでくれるし、うん、あとマナも自分から私たちが言わなくても進んでお菓子あげたりとかね、ありがとうございましたって言ったりとかっていう成長も見られるんでね、うん。はいね、ママ。ね、かわいい。頑張れる原動力はマナしかいないよね。ね、マナがいなければ頑張れない。頑張らなくてもいいしね、自分一人だったら。ごめん。